野々村誠の広島魅力発見。調査隊員の広島市農政課の南川です。今日は広島広域都市圏郷土推奨産品の魅力を発見。よし、各市長が自信を持っておすすめする郷土推奨産品。広島広域都市圏にはおよそ30の郷土推奨産品があります。こちらの祇園の農園では郷土推奨産品の一つパセリを栽培しています。祇園パセリは広島市の伝統野菜として登録されています。一般のパセリに比べて葉の縮みが細かいので生で食べても口に優しく、サラダに乗せたりすると美味しいです。へえ、広島広域都市圏の郷土推奨産品、なんか美味しそうだったよね。じゃあ食べに行きましょうよ。はっ、ちょっと VTR 出た人、ちょっと、はい、早い、VTR 出た人。2人がやってきたのは岩国市の農園。いやー、太くて立派ですね。はい、うちでは岩国レンコンを育てているんですよ。へー、どんな特徴があるんですか？もっちりシャキシャキした食感が特徴です。それではレンコンに関するクエスチョン。レンコンにはなぜ穴が開いているんでしょう、はい、1. 水を通すため、 2. 空気を通すため、 3. 先を見通すため。見えない。広島市からお知らせです。1月21日まで水の都広島をテーマにしたインスタグラムフォトコンテストを開催中。受賞者には商品をプレゼント。指定のハッシュタグをつけて皆さんの素敵な写真をご応募ください。穴のことなんて考えたことないっすよ。仕方ないですね。答えは2番。この穴はレンコンが呼吸をするための通気口なんですよ。レンコンが育つ水底の泥の中は酸素が少ないので、葉で取り入れた空気を穴を通じて送っているんです。岩国レンコンの特徴がわかるレンコンスティックの方どうぞ。はい、どうでしょうか。いただきます。うん、お、もちもちで、でこのレンコンのシャキシャキ感もあって、わ、すごく美味しい。あ、これが特徴なんですか。そうです。はあ、これは美味しい。さらにこちらは新鮮なレンコンで作ったチップスです。こちらはこれレンコンのこれスナック感覚ですか。うん、あ、これはパリパリしてて、また香ばしくてとっても美味しいです。各市長の自慢の郷土推奨産品、ぜひご賞味ください。料理を食べてみてね。美味しいよ。レンコン、ジミコン、僕ハデコン。穴があったら入りたい。ザ広島ブランド認定特産品の中から牡蠣の土手鍋の素を抽選で3名の方にプレゼントします。番組ホームページからご応募ください。次回はジュニアウィンドオーケストラ広島を調査。